高橋財,財務省の矢野浩二次官が、文言収集中において、経済対策について、ばらまき合戦のような政策論だ、タイタニック号が氷山に向かって突進しているなどと暴言を吐いた問題で、10日に放送された NHK の日曜討論において、自民党の高橋政調会長が次のような発言をいたしました。大変失礼な言い方だ。 本当に困っている方を助けずに基礎的な財政収支にこだわっている。未来を担う子供たちに投資しない。これほど馬鹿げた話はないと思う。第一、名目成長率が名目金利を上回れば財政は改善していく。自国通貨建ての国債ですら、国債ですからデフォルトも起こらない。必要な時に必要な失踪し、皆さんかなり消費を我慢してきた。 消費、爆発つきが来ますから、企業を維持しながら消費マインドを高めていきたいとなっておりまして、この発言に一つ付け加えれば、現在国債は日銀が引き受けており、日銀はお金を発行できますので、事実上無尽蔵に国債を出せるというメリットがございます。また、岸田総理は、この問題について、議論としていろんな考え方があり、いろんな意見が出てくる。議論は当然あっていいが、 一旦これでやるぞと方向が決まったならばこの関係者にはしっかりと協力してもらわなければならないと釘を刺しておられましたがまあ、こちらまず財務を公館の発言については公務員の政治活動とみなされる恐れがありまあ、こういった政治活動は国家公務員法で禁止されておりますので法的な問題に発展する恐れがございますまたそもそも経済対策の基本としては いかに国民の皆様にお金を使っていただくかであり、まあ、コロナ禍においてお金がない方に対しては、お金を支給する必要がございますし、また、そのほかの方々については、お金を使いたいと思っていただけるきっかけを提供する必要がございます。まあ、それが GoTo やプレミアム商品券などに当たるものと思われますけれども、まあ、こういった財務省の経済対策に対する妨害が続いた結果、 アベノミクスにおいても、まあなかなかですね、効果が出づらかったという指摘もございますので、岸田内閣にはこのような財務省の妨害に対し、厳しく対応していただいて、日本が好景気になるように、経済が良くなるように、しっかりと対策を講じていただくよう、お願いいたします。以上になります。 ご清聴いただきありがとうございました。